方と、3試合目、広島県松田対東京都日本女子体育大学の予選リーグ3、の試合がただいまから行われます。解説は元パナソニックエナジー女子バレー部コーチの前田俊夫と、富士通天竹口和美監督のがゲスト解説で来ておられます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。元パナソニックエナジー第一コーチの前田さんから見て、この試合の見どころは？まあ、いっぱい、日本女子体育いっぱいをしてますので、西の強豪、中国の強豪、松田のチームと、どれだけ接戦できるか、粘って試合ができるか、と思います。予想としては、松田の有利は動かないと思いますけども、日本女子体育の前線を期待したいなと思っております。そしてエナジーにいました、平松あかり優選手が今松田チームに移籍をして、まあ、バックセンターで頑張っておるというけども、ご報告をしておきます。さあ、サーブは日本女子体育大学から、はいはい、1番田尻選手、はい、そうですね。はい。一本目入りません。二本目、はい。セカンド。さあ、まずは何でいく？はい。エース、三鴨。三鴨ね。ワンタッチ取って、B。三鴨選手はね、昨年度アキレス腱を切断ということで、はい、治療に専念して、見事に今年復活ということで、はい、頑張っています。ぜひまた、応援をしていきたいと思います。そうですね。はい。ダイレクトチャンスボール、松田ライト、はい、リバウンド取って、お、ナイスレシーブ。んー、ネットを使って、あ、そうですね、ナイスです。日常チャンスボール、エクイック、ナイスレシーブ。だいぶ粘って戦いましたけれども、松田の方に軍配が上がっております。2対0。松田監督、あそこで立って嬉しそうな顔してます。ね、今大会はね、監督が6人制と同じように立てるような、あれは6人制のあれですね、はい、ルールを今回も取り入れたということで、じゃあ監督はにかみながら、はい、2対1、松田1点のリード。サーブ、日本女子体育大学。サーブが、あ、あ、スパイクミス出ましたね。3対1、松田リードです。アウトですね。4対1、松田です。さあ、日本女子体育大学。サーブカットを返して、攻撃、あ、サーブカットが乱れましたですね。ナイスサーブです。はい、今のはね、そうですね。エンドライン後方から。佐藤直子選手。強いサーブですね。佐藤直子選手。2番、そうですね、加藤選手、全力でサーブ。
6対1松田リード、日本女子体育大学1回目のタイムアウトを取っています。日本女子体育大学は監督さんという人がおら、今日登録はしてますけども、今回男性の方が来て、監督さんが来ておられない感じですね。選手でやってるというか、まあそういう面ではちょっとハンデはあると思いますけども。まあでもね、監督不在でもやっぱこういった大会に招待して、そうですね。できてるんで、はい。まあ学生らしく思い切ってやってほしいですね、はいはい。そうですね。佐藤選手、サーブいいですね。あ、はい、はい。まあ、松田チーム、レシーブからの切り替えがうまくいってるようで、依然としてサーブが佐藤選手ですね。今なんかリバウンドプレーでオーバーネットを誘うような、はい、学生に、すれば非常に、まあ高いレベルのバレーですね。高いレベルというか今日で見てたらほとんど打ってない、ほとんど何打でやってるんで、はいはいはい、さあ得点7対2松田リード。サーブレシーブはセッターに、ちょっと松田レフトの三ヶ本選手、強烈なスパイクが決まりました。サーブは12番、夏木選手ですか。セッターですね。新徳高校5年目。あ、はい。スパイクが、ライトからのスパイクが決まりました。8対3。松田リード。さあ、サーブで崩せるか。セッターに変えた。はい。はい。B クイック、藤川選手。そうですね。サーブは9番。新徳高校コンビですね。ああ、なるほどね。6年目。はい。8番。平川選手。さあサーブ平川、あ、ドリブルですね。ちょっと点数が開いてしまいましたけども、10対3松田リード。
あ、ナイスコンビですね。そうですね、サーブカットが乱れましたですね、はい、さあ日本女子体育大学、ちょっとサーブレシーブはセッターに変えるか。あ、2段2段で攻める。え、今は超えてないですね。あ、はい、そうですね、白帯ですね。ちょっと劣勢が免れないですけども、ぜひ頑張ってほしいですね。はい、チャンスボール。もうちょっと一方的なマツダのペースになってきましたね。そうなってきましたね。はい。13対3、マツダリードでサーブ8番の選手ですね。1番の小山選手ですか。ああ、ちょっと松田ペースですね。どうしましょう。14対3。どうすることもできないですね。そうですね。ここで前出されたらどんなアドバイスを。いやもう、22対3。今ちょっとこう、きじっとした、なんか目的意識がないような気がするんですね。はい。まずセッターにボールをきじっと返して。はい、ライト打ちました。一本で決めるんじゃなくて、はい、何度も粘って、繋いでいうような気持ちで、1点を取りに行くことが大事かなと思うんですけども。はい、今、そうやってましたけど、最後、松田に、やられましたですね。引っ掛けられてる場合なんで、はい、もうね、もう思い切って打つボールを打って、で、いっちゃいますかね。もう、流れ多分来ないです。なかなか難しいですか。はい、15対3で今、松田リードです。ちょっと今、一方的に、試合転換になってますけども。さあ、まあ、1点でもね。はいはい。取れるように頑張ってほしい。はい、そうですね。このタイムアウトを区域に。さあ、どんな方法で挽回できるか。サーブは、松田8番の小山選手ですか。8番、平川選手ですね。平川選手。さあ、サーブカットは変えるか。得点は15対3。松田は大きくリードしています。セッターに帰った。チャンスボール。チャンスボールですね。エグいく。ネットで帰った。はい、2段で。さあ、もう一回チャンス。何を行く？チャンスですね。コンビ。コンビ。ちょっとレシーブで難がある感じですけども、少なくとも、5点、6点の点数を取るということで、もうちょっと頑張ってほしいですね。うちさっき11点ぐらい取られましたからね。はい、そうですか。
さあ、松田、メンバーチェンジ、1番のアウト選手、6番が入ります。三河本選手が、休んで、6番の選手ですね。佐々木選手が入ってました。1本目。あ、依然としてサーブは平川選手です。はい。はい。頑張ってほしいですね。日本女子体育大学頑張ってほしいですね。まあ、さん、日本女子体育大学指導行ったらいいんちゃうんですか。ははは。指導者いないんですか。あ、押し込み、A クイック押し込みました。そうですね。はい。ああいうね、ネット際に上がってセッターがワンハンドで上げるボールって結構決まりやすいんですね。はいはいはい。ブロックが1枚釣られるんで。はい。ワンハンド。紙一重です。はい。17対4。松田リードです。さあ、あ、チャンスが帰った。佐藤真美。そうですね、6番、はい、6番。8年目の選手ですね。あ、そうですね。はい。メンバーチェンジですね。メンバーチェンジ。平川選手に代わって、小山選手。選手。これですね。はい。サーブ4番の、田中選手。はい。松田、18対4です。セッターに帰りました。あー、松田。オーバーネットですね。はい。19対5。松田リード。松田。まずはメンバー5番がアウト。吉岡ですね。はい。さあ、サーブは10番。あ、そうですね。はい。ピンチサーバーです。ピンチサーバーで松田が出ました。出ています。セッターに帰った。あれ？オーバータイムですね。ワンタッチがあったんですかね。はい、ちょっと松田のオーバータイムで。三重の奥が見てましたね。あ、副審の、はい。はいはいはい。19対6。松田大きくリードしています。サーブ。はい。はい、B クイック。20対6。セットポイント。松田のセットポイントです。ちょっと大差がついてしまいましたですね。松田にスパイクミスが出ました。はい。20対7。7点まで、挽回しています。さあ、サードは1本目入るか。はい。第1セット21対7。松田チームが取っています。ちょっとなんか日本女子最後は疲れてるような気がしないでもないんですけど。こんなもん言うたらこんなもんかもわかんないですけど、やっぱりね、実業団のトップと学生の差はあると思います。ただね、まあどうせ、ね、どうせって言うたらあれですけど、うん、まあなかなか勝てないんで、うんうん、本当に学生らしく声出して。そうですね、ちょっと、はい、元気がね、はい、ないように見えますけども。
とか今結構リバウンド取ってやってるんですけど、間にもうちょっとね、あの強打を絡めてやった方がいいかなと。ライトオープンの選手はまあ中心になって、攻撃の中心なんです。もう一枚、もう一人強打のできる選手がおれば、結構両サイドから攻撃できる。いや、スパイク練習では結構打っとんですよ。ああ、はい、はい。一度。はいはい。はいはい。でもまあそこそこの、やっぱりスパイク力あるんで、ちょっともうちょっと勝負行くところは思い切って勝負行ったらなとは思います。そうですね。はい。はい。さあ B コートでは山梨中央銀行対三電がやってますね、はい、関東同士ですね。新しいのルールの適用で今秋山監督も阿部監督も立って、はい、指揮をしておりますけれども、はい、その方がね、選手に近いっていうのは、はいはいはい、指揮をしやすい。あ、なるそうですね。はいはい。さあ、2セット目。東京女子体育大学、頑張ってください。さあ、前田さんが応援した方が負けるという。はい。はい、学生らしく、はい、もっと元気を出して、はい、一本一本ですね、ボールをつないで、はい、粘りよりバレーを期待したいですね。はい。はい、さあ2セット目スタート。サーブは松田です。センターに帰った。ちょっと実業団の強打に、やられてますけども、ちょっとレシーブが上がってないということで、あとは3点差がついてしまいましたけども、さあしっかりと、そうですね、サーブカットができるかどうか。まずはサーブカットから。そうです。あ、段になってましたね。はいはいはい。はい、ビッグイク。そうですね。あ、セッターに帰った。え、あー。つないでのバレーができないというか、3本目でもうね、勝負がついてしまいそうな感じですので、ぜひ粘って、もっとつない、ボールをつないで欲しいですね。また5対0ということで、2セット目、ちょっとこう、動きが
悪いような気はしないでもないですけど、今のは三河本選手がうまかったですね。あはは、上からプッシュを、ね、そうですね、反則金でな。三河本彩香、7年目、沼田高校出身。そうですね、ちょっと今悪い展開でサーブカットがセッターに返らずに、2段で攻めてネット際に来て、なんかあのミスをしてしまうという悪いパターンの今バレーになってますけども、はい、誰かきちっとこう指示する人が おればまたあのね、チームも変わってくるんでしょうけど、そうですね、分かりやすくこうしなさい、はい、ああしなさいって、そうですね、やっぱり前田さんみたいに言ってくれたら、はい、ね、選手も動きやすいですけども、やっぱりそこはね、ノー指示になっちゃうんで、自分たちで考えるには限度がある、ね、はい、まあ、選手は一生懸命だと思いますけども、はい、はい、だから前田さん、日本女子体育大学の監督になったらどうですか、まんざらではなさそうな顔をしてますけど、試合再開です。サーブは松田、さあがんセッターに帰って、あ、今セッターに帰って速攻が決まりましたけども、いくいくターンですね。そうですね、はいはい、ああいうね、攻撃があるから、あるからもっとアグレッシブルに打ち取ってほしいんですね。そうですね、思い切って、うん、サーブで間違えたかな。あ、ちょっとあの1セット目だいぶ選手が入れ替わりになりましたのでちょっとサーブ順が間違いですか。あ、サーブ順間違いですね。はい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 、ベンチのはい、ワーク悪いですね。そうですね、はい、7対1松田リードで試合再開です。さあ8対1サーブカットがセッターに、ちょっとバレが荒くなってきたような気がするんですけど、そうですね、もう少しあのきちっとセッターに返してバレが始まるということができてないような気がしない。あ、セッターに帰りました。はい、オーバーネット、オーバーネットね、ちょっと松田のオーバーネットが出ました。8対9対2、サーブ1番ですね、1番の選手、キャプテン、はい、はい、そうですね、注目選手、注目選手ですね。あ、いいサーブ、あ、サーブ乱れた、あ、いいトスなった、はい、まずは逆にチャンスボール、おうおう、あ、松田のブロックにワンタッチが出ました。ワンタッチ、ブロックワンタッチを悟っています。9対3、松田リードですけども、サーブは、日本女子体育大学です。ちょっといいサーブが入りましたですね。サービスエースですね、はい、2点連続で、日本女子体育大学、さあまだ次もサーブで崩せるでしょうか。
はい。三上本ですね。三上本選手が決まっています。はい。はい、サーブ7番。平松明里選手が今サーブ。移籍選手の平松明里選手がサーブを打ちました。2点連続で三上本選手決めましたですね。11対4。ちょっと点数が開いてしまいましたけれども、日本女子体育大学頑張ってください。さあ、セッターに帰るか。セッターに帰った。うん。ナイスレシーブ。そうですね。そうですね。スパイクミスですね。さあ、12対4。サーブは依然として、平松明里選手です。ちょっと今あれですね。ブロック後の反則が出ましたですね。はい。はい。ちょっと点数が開いてしまいましたけれども、サーブは依然として平松明里。サーブカットはセッターに帰りましたですね。帰った。セッターに帰れば、ね、まあまあそこそこのバレーをしますので。はい。はい、ぜひそういうことを心がけてやってもらえばと思うんですけど、入りましたね。そうですね。はい。ライト14対5、松田リードです。サーブは2番の藤川佐藤あ佐藤選手ですかね。佐藤直子選手ですね。はい。さあ2本目サーブが入るか。さあ東京女子体育大学、うん、セッターに帰った。はい。もう少しレシーブで粘って、うん、諦めずに。さあ、サーブカットセッターに変えるか。依然としてサーブは佐藤選手。さあ、変えた。せっかくセッターに変えたのに、スパイクミスですね。力みましたね。そうですね。はい、2回目のタイムアウトですか。はい。16対5ですね。はい、日曜、日本女子体育大学。竹内さん、次に当たる松田チームとは、今年はどんな感じですんですかね。はい、見通しとしては。まあ、やってみないとわからない。わからないですが、はいはい。ミリオンでは、やりますね、あ、そうですか。はい。ミリオンは、優勝ですか。ミリオンは優勝ですか。いや、準優勝です。群馬銀行様に負けました。ああ、そうですか。決勝戦で。あ、そうですか。16対5、試合再開です。依然としてサーブは2番の佐藤選手。
さあ、セッターに帰った。セッターに帰った。はい。あ、よく今レシーブ上がってますね。セッターに帰った。ああ。連発ですね。そうですね。はい、松田チームのまさに。真田選手、エイクエイク。そうですね。やられてますね。サーブは依然として佐藤選手。さあ、どこまで粘れるか。はい、セッターに帰った。ああ。日本体育大学タッチネットが出てます。タッチネットです、ね、そうですね。18対5松田リード。サーブは依然として佐藤選手。サーブカットが、はい、あ、オーバーネット、ちょっとオーバーネットを取られましたですね。19対5松田チーム大きくリードします。松田サクス、メンバーチェンジ、佐藤選手がアウトで10番の吉岡選手が入ります。ピンチサーバーですね。さあどうでしょうか。さあどうでしょうか。チャンスボール。そうですね。セッターに帰った、帰った。ちょっと今、すごい、粘ってます、粘った。帰った、帰った。はい。今、かなりね、ラリーが続いて。ドロップアウト、そうですね。はい。はい、19対6で松田大きくリードしてますけども、サーブは日本女子体育大学。さあ、サーブポイントを決められるか。粘って、粘って。おお、ほうほうほう。ライトの、12番の選手、難攻が決まっています。19対7。サーブは、日本女子体育大学。ナイスレシーブ。セッターに入った。オーバーネット。松田オーバーネットですね。はい。19対8ですか。19対8。さあ、ちょっと追い上げの、プレーが出ています。日本女子体育大学。さあ、松田、セッターに入った。早いエイクイックで、後方に、エンドラインの後方に決まっています。マッチポイント、20対8、松田マッチポイント、松田がメンバーチェンジ、12番アウトで9番の選手、小山選手が入ります。小山選手が入りました。はい、ピンチサーバー小山選手。ナイスサーブですね。チャンスが返りました。ちょっとミスが出ましたですね。はい、メンバーチェンジです。元に戻るんでしょうか。はい、そうですね。はい、松田チーム元に選手が戻っています。はい、日本女子体育大学サーブです。
あった、最後ちょっと終わったですね、はい。2セット目21対9、セットカウント2対0で、松田が予選リーグ1勝です。はい、ありがとうございました。解説は元エナジーバレー部コーチの前田敏夫と、ゲスト解説として、富士通天監督の竹口和美監督においでをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。